こんにちは、速稼塾の久保です。長い間ね、特別定額給付金全国一律給付に向けて発信をしてきた、そして皆さんからのご意見いただきましてですね、あらゆるところに提言をしてきた私なんですけども、前回最終回と目打たせていただいたようにですね、一旦ここで、令和2年度のアクションとしては終わりかなというところでございます。生活困窮者世帯にさらなる支援というのがまとまるようではありますけども、やっぱり求めるところはね、全国一律給付だったかなと思います。なんせね、100年に一度とか世界を巻き込んだ今回の感染症騒動、これ以上はない危機に、10万円1回とマスク2枚ってこれは何だと思いますよ。皆さんもね、そういうふうに思ったと思います。で、これはね、非常に認めたくなかったことなんですけども、いろんなところからいろんなね、考えをいただいて、私がまとめるとすればですね、日本権力者っていうのは特に今、安倍政権、菅政権になってから、いかにね、弱者から搾取して、弱者を根絶やしにする。要するにね、命を奪っても何とも思ってないわけなんですよ。で、一部の既得権益者とか、いわゆるね、富裕層とか強者が生き残ればいいという、これ完全なるエリート思想を持ってるわけなんですよ。昔アニメでガンダムってのありましたけども、ガンダムの中で、ジオン軍っていうのがいるわけですよね。ジオン軍ってのがいいやつなのか悪いやつなのかって、これはね、ガンダムの中でははっきりと書かれてませんし、やっぱり絶対悪ってのはないんですよね。絶対悪はなくって、もういつでも国民のためにとかね、自国のためにやった、その衝突が戦争であると思うんですけども、ただですね、ジオン軍の中で義連総帥っていうのがいたんですよね。義連総帥っていうのが、演説が得意でね、独裁的で顔も怖いわけなんですけども、キシリアっていうね、妹に殺されてしまうんですけども、その義連総帥が考えていたのがエリート思想というふうに言われてるんですよ。一部のエリートだけが生き残って、あとはもうずっとね、普通の人とかね、どうでもいい人は死んでしまえみたいなことを本気でやってたわけですよ。それこそ自国の兵士とか自国の国民もどんどんね、殲滅していって、優れた人間だけは生き残ろうぜっていうふうな考え方なんですけども、それに近いものがありますね、今の自民党は。で、自民党の中にも良識派と言われている人がいるんですけども、残念ながらパフォーマンスで人気を取ろうとしているほんのしょぼい人もいるんですよ。それが自民党だったりします。自民党の中に減税勢力っていうのがありますよね。あの人たちは結局減税なんて全然ね、どうとも思ってないと私は評価しますね。なぜなら活動があまりにも曖昧で、結局は保身のためにですね、強く出てないわけですよ。その中で、キラリと輝く、たった一条の光。それは西田昌司参議院議員だと思います。自民党の方ですけども、財務省にでも、麻生財務大臣でも、それこそ安倍総理でも食ってかかってですね、はっきりと公開の場で爆弾を落としてくれるんですよね。で、現在ですね、政調会長代理だったかな。だから結構要職にいらっしゃるんですよ。ただ要職といってもね、この方はね、閣僚になってもおかしくないような人なんですよ。それこそ、官房長官ですとか、いやいや、財務大臣ですとかね、総理をやってもいい器なんですよ。この方がでも、今みたいな地位にずっとね、押し付けられているってことは、私たち国民にとっては不幸でしかないです。例えばね、今回最新の動画で私、いや、さすがだなと思ったのが、失礼しました。西田昌司さんは、いわゆるね、企業向けのゼロゼロ融資っていうのがあるんですよ。要するに、無担保。無担保無利子のゼロゼロ融資っていうものなんですけども、これに対してですね、いや、利息も取らないし、担保も取らない上に、返済も免除しようぜってことを、前々からずっとね、おっしゃってたわけなんですよ。そしてしかもこれがね、通りそうなんですよね。さすがだなと思いました。結局、事業者ってのは今回のコロナ禍で、強制的に売り上げを止められてるわけですよね。それに対して、つなぎとして融資を受けたんだけども、結局返済期限が来ると、失われた売り上げって戻らないわけですよ。で、軌道に戻ったとしても、それを返済まで支える体力がないわけなんですよね。で、結局返済が始まると倒産してしまえば、これ何のために作ったのか全く意味がなくなるんで、ここはですね、返済を免除してですね、そのすぐにでも売上とか利益を出してもらって、その中から納税をしてもらった方が、いわゆるね、返済効果としては抜群なんじゃないかなってことなんですよ。これは私も同意ですよね。で、反対する方もこれいないと思います。結局ですね、貸したお金を返してもらってる間ってのは、税金の納税ができないわけですから、同じなんですよ。そう考えると、早くね、回復していただいて、雇用も創出していただくっていう意味で、
中小企業をはじめとしたこういったゼロゼロ融資を受けたところにはもう償還の免除した方がもうあらゆる方向にいいわけなんですよね。でこの発想が去年の今頃からあって、少なくとも去年の今頃もうね発信してましたから、こういうこと融資で貸したお金を最終的には免除した方がいいんじゃないかということをね言われてましたんで、さすがだなと思いましたね。で当然ですけども全国民に対する給付も訴えておられてね、これあまりにもおかしいというふうなことも言われてました。うん、まあこの西田昌司さんに関しましては名言としてね、バカかとか言ったりね、万死に値するとかねそんなことをねよく言われてるわけなんですよ。でこれはね公開の場でですよ、国会の中でですよ。でもう以前からこういうね追及が鋭くって、それから財政論に対してもものすごく謙虚っていうかね、真っ当な意見を持たれていて、それをしかもね一生懸命広めてるんですよ、衆議院参議院ともに。まあ MMT って理論ですけどもね、いくら財政出動して国債を切っても全く問題ないってことなんですよ。もちろん需要と供給のバランスを取らなければなりませんから、やっぱりねインフレターゲットってのはあるわけなんですけども、そういえば前回ね竹中平蔵の平チャンネルの中でやっぱり MMT はちょっと よろしくないってことを結局はね竹中平蔵さんも言われてたんですよ。瞬間的にはいいけどもずっとはダメだよみたいなことをね言われてたんですよね。かなり前向きで私はね批判するものには当たらないと思うんですけども、ただ残念ながら竹中平蔵さんが言われているのには国債を無限にすれっていう発想になるじゃないかみたいなことを言ってたけども、誰もそんなこと言ってないんですよ本当にね。ここは全然認識が違って、結局財政出動をどん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 してね、本当にですね毎月国民に10万円とか配っちゃうと、おそらく例えば今ね十分な月給とは言えないけども、例えば30万ぐらいの月給もらってる人はプラスアルファで10万入ってきちゃうと40万の手取りになるわけですよね。で40万のうちもう残業しなくなるわけですよ。要するに生産をちょっと落とすことになります。生産を落とすことになると市場でサービスや物の供給が減りますから、じゃあどうなるかっていうと、少ないものをみんながねお金のある状態で取り合うわけですから物価上がっていくんですよ。物価上がっていくし物は少なくなるんで、需要と供給のバランス壊れますよね。だそうなったらじゃあ財政出動はちょっと止めようかとかね、逆に税金もっていうものをかけて商品を買いにくくするために消費税を登場させるっていうのもあるんですよね。でも現在は物が売れないのに消費税かけてもっと売れなくしちゃってるんで、買いにくくしちゃってるんで、これはデフレが加速するよってことで全く筋が通ってるんですよね。で麻生財務大臣ももうちんぷんかんぷんなんですよ、あの人はね。財務大臣にならなければとってもいい財政政策を持って、西田昌司さんともね気が合うだろうし、それからもうお亡くなりになったんですけども中川翔一さんとね、本当素晴らしいコンビでやってたと思うんですけども、なぜかね財務大臣になると財務省の顔色を伺って国民が死ぬことを何とも思わないようなそんな人になってしまったんですよね。いやですからね、麻生財務大臣は財務大臣としての器はねなかったんですよね。なのに座るところがもうどしがたいというのかね、なんというかね、皆さんのところにも怒りとなって溜まってるんじゃないかなと思います。さあそれでですね、この特別定額給の話は一旦終わりますけども、4月からはまた新しい予算が始まって第一次補正ってのが始まると思うんですよ。このタイミングに合わせてやっぱりね国民生活支援を改めて提言をしていかないといけませんので、そのためにどうなんですかね、よくね私の動画のコメント欄に政治家になってほしいと、国会議員になってくれという要求ももうね無視できない数になってきました、はっきり言ってね。で、一時期れいわ新選組から出馬されたらどうですかみたいなこともありましたけども、私もかなりねれいわ新選組の財政論には賛成なんですよ。それ以外のところにはまだね同調できないところがありますけども、でもねとりあえずは今最重要課題は国民のお財布の中にお金を突っ込むことなんですよね。あなたのお財布に明日の朝起きたらね10万円プラスになってたらどうですか。で来月の朝もう1回10万円入ってるんですよ。これはどうですかね。でお金を使うときに今まではね消費税 10% 課せられてましたけども、もうね課せられなくなると、これすごくないですかね。今まで買うのが難しかったものも買うと思うんですよ。そうすると企業の在庫とか使われなかったサービスがどん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 世の中に出ていって GDP をね押し上げてくれると思います。現在の GDP が500兆円規模なんですけども、これがね600兆とか800兆とか1000兆ぐらいになる力を日本は持ってるんですよ。そうなるとはっきり言って今の国債残高もなんですかね、相対的にちっちゃくなるわけですよね。
もちろん国債ってのははっきり無視してもいいんですけども、単なる財政出動の記録ですから。ただ国債を国民が返すべき借金と言い張るんだったら、GDP を倍増して1000兆円ぐらいにするぐらいの需要と供給のバランスを取り戻してね、そうすると相対的に国債額っていうのは減るわけですよ。だって国債がね1000兆円超えたとかね言いますけども、じゃあ1000兆円対 GDP 比で2倍だって言うんだったら、じゃあ GDP を1000兆円まで伸ばしていく、 GDP を経済成長させれば相対的に国債の問題はちっちゃくなるでしょってことなんですよ。いや日本の GDP なんてね、本来この30年で1000兆円超えてなくてはいけなかったんですよ。それが自民党全部ぶち壊してくれたと。で1000兆円ぐらいの GDP になると当然ですけどね、職にあぶれる人なんていないんで、ロスジェン世代っていうのは全てそこで吸収されてるんですよ。今の40代50代みたいなロスジェン世代が職にあぶれるんじゃなくて、毎日自分の職場があってね、そこでサービスを生み出して製品を生み出していろんなところに物流を起こしてきたら、どれだけね盛んな日本が作れたかってことなんですよ。全ては財政政策の失敗、麻生財務大臣の、そしてね安倍総理の、自民党の責任は重いわけですよ。まさに万死に値するわけですよね。で財政政策を失敗したくせに、そのツケを自分たちではなくて国民に取らせようと思っているところが悪魔的なんですよね、だからね、ある人に言わせれば暴動を起こしてね、それこそ内戦を起こして国をひっくり返さないといけないみたいな、これ暴力論もあるわけですよ。そのぐらいの気持ちの人もいるんじゃないかなと思ってね、内戦が起きなければいいなと思うばかりでございます。まあ起きないと思いますけども、我々国民には武器が手渡されていませんから。それから反社会勢力と言われている方たちからも武器が取り上げられて、資金面で苦しくなって、もうね国に反抗するぐらいの組織力が民間の中にはないんですよ。いわゆるおヤクザさんみたいなね、そういったところももうねかなり弱体化しちゃってるんで、もちろん眠れぬ獅子と言いますかね、一人一人は任侠道を背中に背負ったね、すごい根性の持ち主だと思うんですけども、組織だった活動っていうのはこのようにね合法的に潰されて、相対的に権力者の権力だけが大きくなったんですよ。ビートたけしさんの映画アウトレイジでは警察と裏社会がね一部つながってるみたいな、そういうふうな描写がありましたけども、だから裏社会の方、反社会勢力の方がいわゆる権力者と五分でやってるから釣り合いが取れていた部分が、今ね完全に権力者の一強になっちゃったわけですよね。だからこれを仕掛けていった、まあ何でしょうね、なんとも言えないですけどね、反社会勢力をね擁護するようなこともなかなか言いにくいんですけども、今となっては権力者が一番の反社会勢力ではないかなっていうことで、今回の動画をまとめさせていただきます。でそれではね、特別定額金の件ですけども、4月あたりからまたね、本予算が出たあたりから、第一次補正予算が出たあたりからまたね、国民生活支援のために活動していこうと思いますし、動画の方も更新していこうと思いますし、それからね、私がね政治家になるかどうかってことも少しずつ皆さんにお話ししていこうと思います。具体的な行動とかっていうのはせかされるまでもなく、本人たる私がね最も意識してますんで、ね、その辺はまあ、ご心配なくと言いますか、まあ、私がね政治家になった方が心配かもしれませんけど、はい、ではね今回は以上でございます。長い動画になりましたけども、ご覧いただきましてありがとうございました。